英語学習の時間がやってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか？ How are you doing today? 皆さんお元気でしょうか？今日も英語力、情報力アップしていきましょう。 NHK ワールドニュースを使ってこのニュースですね。北朝鮮衛星軍事目的探査衛星発射予定ということで、11月今月ですね、北朝鮮がこのミサイル3回目発射するという速報が NHK に入ったということで、これを使いながら情報力アップしていきたいと思います。まず字幕ありでこの NHK ワールドニュースを見て、ニュースの内容と概要を捉えていきましょう。そして2番目は、 NHK ワールドキャスターの上手な英語を真似しながら英語を音読して、原稿を音読して英語を話すことに慣れて日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力アップ、そして音読をしながら難しい単語や内容を確認して単語表現力アップ、情報力アップしていきたいと思います。3番目は、字幕なしで英語のリスニングだけでしっかりと聞き取れるのか復習ということで、学習した単語表現、そしてニュースの内容、字幕なし英語のリスニングだけで聞き取れるように自分の耳をですね鍛えて、英語のスピード、アクセント、発音に鍛えて慣らして、しっかりとリスニング力アップしていきましょう。4番目はスピーチ練習。このニュースから得た情報を自分の英語、言葉で相手に伝えれるようにスピーチの練習したいと思います。使うのはですね、マイクロソフトの AI を搭載したチャット、Bing 機能を使って、Bing とですね、チャットと会話をしながら、自分の思ったことを得た情報を話す。そして返ってきた情報についてもう一度話すという、この会話のキャッチボールを Bing としながらですね、スピーチ力、そして情報力を高めていきたいと思います。英語を話すスピーチ練習ですけれども、例えば英検1級の二次面談試験ですね。1分間で5つのテーマから1つ選んで話す内容を決めて、なんとその後は2分間そのテーマについて英語でスピーチをするというハードルの高いテストもありますので、このスピーチ練習、英検1級の二次面談試験の対策にもなると思いますので、ぜひ最後まで動画見ていただいて、一緒に使える英語力、スピーチ力どんどん上げていきましょう。英検1級カジチャンネル。英語学習に使えるな、情報も取れるな、なんだかいいなと思った方、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いします。お友達で英語学習している方がいる場合はですね、こんなチャンネルあるよということで、英検1級カジチャンネル共有していただけるとありがたいです。それでは早速このニュースを使って私たちの英語力と情報力どんどん上げていきましょう。 Let's get it started。 それでは左側の NHK ワールドニュース、右側の原稿を使いながら見ていきたいと思います。原稿いるなと思う方はですね、読まれているところ、文の先頭にこのようにカーソルを合わせていきますので、参考に、英語原稿ありで見ていきましょう。そして内容を捉えていきましょう。英語原稿いらないかもと思う方はですね、この左側の NHK ワールドニュースだけを見ていただければいいと思います。それでは行ってみましょう。Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it.Japan's Coast Guard says it has received notice from North Korea of a plan to launch what it claims is a satellite sometime between November 22nd and November 30th. The notice specified areas where a projectile is likely to fall, southwest of North Korea and the Pacific Ocean east of the Philippines. All of them are outside of Japan's exclusive economic zone. The Coast Guard is urging vessels to be on the alert for any falling objects.Under International Maritime Organization guidelines, member states are obliged to disclose in advance any plans for military drills or other activities that could pose a threat to vessels. North Korea made unsuccessful attempts to launch a military spy satellite in May and August. It said it would try again in October, but it didn't. Similar notices were sent ahead of the two earlier launches.The Japan Coast Guard says possible timeframes were given, and the launches came early in those windows. さあ、どうでしょうか。右側の字幕ありでこのニュース見てみましたけれども、北朝鮮がですね、この11月の、22日から30日かけて、この衛星と言われているこのロケットをですね、3度目のトライということで打ち上げるという、こういうニュースでした。一応、この飛行物ですね、が落ちるところはですね、日本の排他的経済水域外ということですけれども、ロケットですから、どこに落ちるかですね、本当に正確に、それが行われるかどうかですね、制御なんかがおかしくなって違うところに落ちたら大変ですから、心配ですけれども、このニュースを使ってですね、私たちの英語力と情報力を上げていきたいと思います。では次はですね、音読練習をしながら単語表現、内容を確認していきましょう。
先ほど聞いた NHK ワールドキャスターの上手な英語を思い出しながら、この右側のですね、英語を音読をして英語を話すことになるって、自分の口を動かして英語のスピーキング力アップ、そして難しい単語を確認して単語力アップ、表現力アップ、そして内容も捉えていきたいと思います。視聴者の皆さんも声が出せる方はぜひ一緒に英語を話して、英語を話すことになれて、スピーキング力どんどん上げちゃいましょう。それでは行ってみたいと思います。ここからですね。Japan's Coast Guard says it has received a notice from North Korea of a plan to launch what it claims is a satellite sometime between November 22nd and November 30th. ということで、この部分ですけども、日本のですね、海上保安庁ですけれども、北朝鮮からですね、サテライト、衛星と北朝鮮は言っている、この物体ですね、ロケットを11月の22日から30日の間のどこかで打ち上げるという連絡を受けたということですね。ここ、難しい単語表現、特にないですけども、ラウンチっていうのは打ち上げるということですね。ロケットなんか打ち上げる。ラウンチ。覚えておきましょう。そして、What it calls. 主張していることということで、北朝鮮が言っているのはサテライト、衛星だと言っていますけれども、まあ、国際社会ですね、西側諸国はそれはですね、軍事転用するロケットの開発だろうとこう言ってるわけですね。さあでは次、この部分、音読しながら内容を見ていきましょう。The notice specified areas where a projectile is likely to fall.Southwest of North Korea and the Pacific Ocean east of the Philippines ということで、このプロジェクターというのは飛行物体ということですね。この Google 自動翻訳を使うと、自分の発音、新しい単語、その日本語訳なんかをチェックできます。どういう風にやるかというと、このマイクボタンですね。音声入力による翻訳というボタンを押すと、ここが青く光ってお話しくださいと出ますので、プロジェクターと言ってみましょう。プロジェクター。projectile 発射物ですね。発射されたもの。projectile projectile projectile ですね。覚えておきましょう。projectile、この発射物、飛行物ですけれども、落ちるところですけれども、southwest of North Korea、北朝鮮ですね。南西、もしくはフィリピンですね。フィリピンのパシフィックオーシャン、太平洋の海のイースト、東側に落ちる。と、まあ、予想されている、計画されているということですね。あくまで計画ですから、怖いですね。では次です。All of them are outside of Japan's exclusive economic zone. The Coast Guard is urging vessels to be on alert for any foreign objects. ということで、今回落ちるだろうとされているところは日本のですね、exclusive economic zone。排他的経済水域の外、outside である。しかしですね、Coast Guard。海上保安庁によると、この辺りを航行している vessels、船に対してですね、to be on the alert, any foreign objects。まあ上からですね、ロケット、何段階に分けて発射しますから、落ちてくるものに気をつけるように、と注意を流している、アージしているということですけども、そう言われてもですね、どう注意したらいいのかわからないですよね。空からこういう物体の破片なんかが落ちてくるときに、一体どうやって注意したらいいんだろうかと。ということですけども。さあ、ではですね、ここで使われている単語表現チェックしておきましょう。specified areas というのは特定されているエリアということですね。チェックしておきましょう。Could you tell me the specified area which allowed smoking? Could you tell me the specified area which allowed smoking? 例えばこんな例文でですね、specified areas 指定された場所ということですね。タバコが吸える指定された場所を教えてもらえますかなんていうことで、日常生活でも使えるかもしれません。specified area 覚えておきましょう。specified 指定された特定のということですね。specified area。 さあ、projectile は先ほど確認しました飛行物でしたね。ロケット打ち上げるとそのゴミですね、破片なんかも落ちてきますから、それが嫌ですよね。Pacific Ocean 太平洋ですね。Pacific Exclusive Economic Zone 排他的経済水域ということですね。覚えておきましょう。そして Urge、 ここ深呼吸になってますけども、促すということですね。 Urging Vessels 船に促している To be on the alert for 何々に気をつけるようにということで、 Falling Objects、空から落ちてくる物体について気をつけるようにと船に言ってますということですけれども、
どうなんでしょうか。どう気をつけたらいいんだと思ってるでしょうね。ではこの to be on zero at four チェックしておきましょう。We need, we are be on the alert for possible foreign objects after North Korea launched satellite. We need, we are be on the alert for possible foreign objects after North Korea launched satellite. The alert がおかしくですね。alert。こうですね。be on the alert for 覚えておきましょう。注意をする、警戒するっていうことですね。警戒する。We need to be on the alert for possible foreign 海外のじゃなくて落ちてくるんですね。Foreign object こんな感じで。We need we are be on the alert for possible falling objects after North Korea launched satellite. この Google 自動翻訳機能を使うと自分の発音をですねしっかり正しく伝わっているのかチェックすることができます。ですので先ほど伝わらなかった場合はもう一度ですねこのボタンを押して話してみましょう。では行ってみましょう。We need that we will be on the alert for foreign object after North Korea launched satellite. We need that we will be on the arrived for foreign object after North Korea launched satellite. 発音がまだまだということですね。Arrive for foreign じゃなくて be on the alert for foreign object ですね。もう一回言ってみましょう。We need, we will be on the alert for foreign object after North Korea launched satellite. We need we will be on the arrived for pouring object after North Korea launched satellite. Arrived が難しいですね. Arrived and pouring ですね. Arrived for pouring object. Be on the arrived for pouring object. Be on the arrived for pouring object.Be on the alert for foreign object. Alert. Alert. We need to be on the alert for foreign object. 難しいということで、この機能を使えばですね、自分の発音チェックできますので、皆さんも今言ったように、Google 自動翻訳活用して自分の発音チェックしてみてください。さあ、では次行きたいと思います。この部分ですね、音読していきましょう。And the International Maritime Organization guidelines, member states are obliged to disclose in advance any plans for military drills or other activities that could pose a threat to vessels. ということで、国際海洋組織ガイドラインによると、メンバーステイツ、そのメンバーに入っている国っていうのは、obliged というのは義務ですね。情報を開示する義務が前もってあるということで、ミリタリードリーズ、まあ、軍事演習の計画とかですね、それに関わる軍事的な活動をする。そして、それがですね、pose a threat to vessels。そこら辺を航行している船舶に threat、まあ、脅威、危険を与えるということであれば、in advance、事前にそれを開示しなければならないということで、まあ、北朝鮮ですね、一応、事前に通知をしてきたということですね。何も言わずに打ち上げるんではなくて、打ち上げますよ。11月、20日、22日から30日までに、僕たち打ち上げるからね、とこう言ってきているということですね。さあ、ではここ、チェックしておきたいと暗号。obliged 義務ですね。Member states are obliged to disclose in advance ですね。obliged チェックしておきましょう。oblige arise.Oblige. 義務ですね。覚えておきましょう。Oblige. 義務。義務がある。Disclose. 開示する。公にする。ですね。In advance. 前もって。ですね。Military drills. ですね。軍事演習です。そして pose a threat to. 何々に脅威を与える。ということですね。Vessels.Launching satellite by North Korea will pose a threat to vessels. Routing satellite by North Korea will pose a threat to missiles. Missile, vessel と言ったつもりなんですけどね。Launching missiles by North Korea will pose a threat to vessels in the sea. Launching missiles by North Korea will pose a threat to our missiles in the sea.ですね、B なんですけどね。まあ、こんな感じで、練習しながらですね、pose a threat to 何々に脅威を与えるという、
表現覚えましょう。possess gratitude ですね。さあでは次、この部分音読しながら意味をとってですね、スピーキング力を上げつつ情報力も上げていきましょう。North Korea made unsuccessful attempts to launch a military spy satellite in May and August. It said it would try again in October, but it didn't. ということで、北朝鮮ですけれども、2回ですね、過去に5月と8月に、この衛星、military spy satellite、軍事用のスパイ衛星っていうものを打ち上げ、試みましたけれども、unsuccessful、失敗に終わったということですね。そして北朝鮮、10月にもう1回打ち上げるからね、と言ってたけれども、it didn't。打ち上げなかった。そして今回、1ヶ月遅れの11月にですね、後半に打ち上げるということです。Similar notices were sent ahead of the two early launches, the Japan Coast Guard says. Possible time frames were given as the launches came earlier in those windows. ということで、過去2回の打ち上げの時もですね、日本政府の方に打ち上げるよっていう連絡が来ていたということで、日本のですね、コースタルガードですけれども、possible time frame。この11月22日から30日までの間というこのタイムフレーム、与えられたタイムフレームで、launches came earlier in those windows。その期間の中でですね、この発射っていうのが came early ということで、早い時期に来ているということで、一応ですね、1週間以上開きがありますね。この8日間ある中で、早い時期に打ち上げるんじゃないかということですね。今日が21日ですから、明日、明後日、しあたって、もしかしたら今週中に打ち上げるかもしれない。早い時期に過去2回は打ち上げられているということですね。さあでは、チェックしておきましょう。この部分ですね。unsuccessful 失敗、成功しなかったということですね。attempt 試みですね。そして次、どんな単語があるかというと、similar notice 同様の通知ですね。similar notice。こんなところでしょうか。さあそれではですね、しっかりとこの NHK ワールドニュース使いながら情報を得て新しい単語表現入手できたと思います。それでは3番目、字幕なしですね。右側の字幕を隠して今度は英語だけでしっかりと内容を聞き取れるのか、学習した英単語表現覚えてるのかどうか、そしてリスニングだけで情報をしっかり得れるのかどうか集中して見ていきたいと思います。Let's try to understand every details of this NHK World News about North Korea's possible launch of satellite in near future. Let's practice listening this news, but this time without English subtitles. Let's try to understand every details only by listening English. Let's check it out. Japan's Coast Guard says it has received notice from North Korea of a plan to launch what it claims is a satellite sometime between November 22nd and November 30th. The notice specified areas where a projectile is likely to fall, southwest of North Korea and the Pacific Ocean east of the Philippines. All of them are outside of Japan's exclusive economic zone. The Coast Guard is urging vessels to be on the alert for any falling objects.Under International Maritime Organization guidelines, member states are obliged to disclose in advance any plans for military drills or other activities that could pose a threat to vessels. North Korea made unsuccessful attempts to launch a military spy satellite in May and August. It said it would try again in October, but it didn't. Similar notices were sent ahead of the two earlier launches.The Japan Coast Guard says possible timeframes were given and the launches came early in those windows. さあどうでしょうか。字幕なしでもう一度 NHK ワールドニュース見ましたけれども、英語のリスニングだけでしっかりと詳細聞き取れましたでしょうか。英語と一言で言ってもたくさんいろんな種類が世界中で話されていますので、自分の耳をいろんな英語に慣らして、そのスピード、アクセント、発音、リズム聞き取れるように、たくさんいろんな英語を聞いてリスニング力アップ、関連する単語表現も覚えて、どんどん英語力上げながらですね、英語で世界中の情報を取れるようにですね、英語力アップしていきたいと思いますので、一緒に頑張っていきましょう。この地図で見るとですね、北朝鮮がここにあって、日本がこんなに近くにある。まあ、ここからこういったロケット打ち上げてですね、コントロールができて、宣言しているところにですね、何もないところに落ちるんだったらまだしもですね、あ、やっちゃったということでですね、こんなに近いので、この辺りにこう落ちてくる。
破片が落ちてくるなんていうこともありますので、まあ、近くの国、隣国としてはですね、まあ、全然気持ちいいものではありませんね。さあ、ではですね、次はこの4番目。AI を使いながらスピーチ練習をしていきたいと思います。マイクロソフトのですね、AI 機能を搭載したチャットの Bing を使いながらやっていきたいと思います。次は、このニュースから得た情報、そして感じたことを自分の言葉、英語で話すスピーチ練習ですね。自分の思いや情報を自分の言葉で相手に伝えるというのは、実践的なですね、場面で非常に大切であると思います。やはり外国人の英語を聞いて、それに対して言いたいことを英語で話す、この力っていうのは実践的な英語力ですね。非常に大切ですので、鍛えていきたいと思います。そして、このスピーチ練習。英検の二次面談試験ですね。スピーチ練習の対策にもなると思いますので、視聴者の皆さんもぜひ一緒にやってみてください。やり方説明します。Bing 使っていきます。Bing ってなんだっていうとですね、このマイクロソフトの AI を搭載したチャットなんですけども、これ設定でですね、英語に変えれますので、このマイクロソフト Bing のチャットの英語版使っていきましょう。そしてこのボタンですね。Use microphone. マイクを使うというボタンを押すと、英語で話した内容ですね。話した英語。このマイクが聞き取ってくれて、ここに英文で文字に起こしてくれます。そしてその後はですね、その自分の話したスピーチ、質問なんかにも、このマイクロソフトのチャットが追加情報も入れてですね、返してくれる。しかも音読してくれますので、英語のリスニング力アップにもつながりますし、新しい情報を仕入れて、情報力アップ。そして知らない単語や表現も、このマイクロソフトのチャットピン使ってきますので、調べればですね、単語力アップにもなるということで、非常に私たち英語学習をしている人にとってはですね、素晴らしい英語学習ツールになると思いますので、ご紹介したいと思います。皆さんもぜひ使ってみてください。それではどんな感じでやるのかですね、今から実演したいと思います。この NHK ワールドニュースから得た情報、そして感じたことを自分の英語でまず Bing に向かって話してみます。このボタンを押した後ですね。Hi Bing, how are you doing? I got information from NHK World News that North Korea apparently will launch satellite in near future between 22nd November to 30th November year 2023. Have you known this news?Hello. I'm doing well. Thank you for asking. I can confirm that North Korea has notified Japan of its plan to launch a satellite as early as Wednesday, November 22nd, 2023. This announcement comes despite warnings from South Korea and multiple UN resolutions banning Pyongyang from using ballistic missile technology. The launch would be the first since North Korean leader Kim Jong-un made a rare trip abroad in September. I hope this information helps.こんな感じでですね、私がまず聞いてみたのは NHK ニュースから北朝鮮がですね、何やら11月22日から30日にかけて、この衛星を打ち上げるみたいだけど、Have you known this news? このニュース知ってたって聞いたらですね、返してくれました。知ってたよということで、早ければですね、11月22日の水曜日に打ち上げる計画があるということですね。こんな感じで、追加情報も返してくれます。そして、この発表っていうのは、サウスコリア、韓国とかですね、多数の国連の国々の反対を押し切ってですね、banning Pyongyang from using ballistic missile technology。北朝鮮はこの単独艦弾道ミサイルの技術を使ってはいけないと禁止されていることに反対をして打ち上げるということですね。こんな感じで追加情報も教えてくれます。ではですね、次、Bing にちょっと質問してみようと思います。アメリカとか西側諸国も、このミサイルの発射のテストをしているのに、なぜ北朝鮮はですね、禁止されているんですか?ということで、別に私は北朝鮮の肩を持つわけではないですけども、こういう質問に対してですね、Bing がどう返してくるのかということもですね、英語を話して、そしてスピーキング力を高めつつですね、情報を取っていきたいと思います。Thank you very much for your additional information. I have another question. You said that
Multiple UN members is banning North Korea to launch this kind of satellite or missiles. But on the other hand, Western countries, including America, is repeatedly testing launching of missiles and other satellites. So why North Korea being banned by these countries? I think if we are thinking about fairness, I think North Korea is also can be possible to try launch this kind of missiles and the satellite. What do you think about this point? さあ、こんな感じで質問してみましたけど、ビンはどう返してくるんでしょう。I understand your point of view. However, it is important to note that North Korea's missile and nuclear programs have been a source of concern for the international community for many years. The United Nations Security Council has passed multiple resolutions banning North Korea from using ballistic missile technology. These resolutions were passed because ballistic missiles are capable of carrying nuclear warheads and pose a significant threat to global security. While it is true that other countries, including the United States, have tested and launched missiles and satellites, it is important to note that these countries have not been banned from doing so by the United Nations Security Council. In fact, the United States and other Western countries have been working to reduce their nuclear arsenals and promote disarmament. I hope this information helps clarify the situation. If you have any further questions, please let me know.こんな感じでですね、返してくれますけども、このマイクロソフト、もちろんアメリカの会社が開発してますので、西側諸国のものの味方になっているので、まあ基本はですね、ユナイテッドネーション、まあ国連で北朝鮮がそういうのを打ち上げることを禁止されているからダメなんだっていうことですね。しかし、私の言ったことにある種、賛同というかですね、I understand your point of view. あなたの視点理解できますっていうことですね。しかし、なぜ北朝鮮が打ち上げてはいけないかというのは、この国連で定められて禁止されているからだということですね。そして、なぜアメリカとか西側諸国は許されていて北朝鮮がダメなのかっていうところもですね、やっぱりユナイテッドネーションセキュリティカウンセル、国連の安全保障理事会でそういう決まりになっているからだということになっています。さあ、こんな感じでですね、皆さんも、マイクロソフトのビン、この AI を搭載したチャット機能を使うと、こういうふうにですね、まるで、外国の方と会話をしているような感じで、自分の英語を話す力、スピーキング力アップ、そして情報もですね、得れますので、すごくいい、英語能力向上、情報力アップの練習ができると思います。ただし、私が皆さんにお伝えしなければならないのはですね、このインターネットの情報の信憑性っていうのはいろいろと議論が多いところでありますので、この情報が本当かどうか、真実は何かっていうのは個人で見極めていかないといけないっていうことですね。それをビングに言うとどんな感じになるのか、ちょっと聞いてみましょう。英語でですね。Hi, Bin. What do you think about the reliability of the information surrounding available in the internet world, such as information you give us, do you think that this information reliability is high or not? What kind of actions do we need to get accurate and reliable information from internet source? Please tell me your opinion.さあ、どんな答えが返ってくるでしょうか。インターネットの情報の信頼性ですね。Thank you for your question. The reliability of information on the internet is a topic of concern for many people. While the internet provides us with a wealth of information, it can be difficult to determine which sources are reliable and which are not. According to Stevenson University, reliable information must come from dependable sources and provide a thorough, well-reasoned theory, argument, etc.Based on strong evidence, widely credible sources include scholarly, peer-reviewed articles and books, trade or professional articles or books, and magazine articles, books, and newspaper articles from well-established companies.
However, other sources like websites and blog posts can be reliable but require further evaluation. To identify reliable sources, you should consider the following criteria. Authority: who is the author? What are their credentials? Do they have knowledgeable experience in the field they are writing about? What is their reputation? Accuracy: compare the author's information to that which you already know is reliable. Are there proper citations? Is the information biased? If so, does it affect research conclusions? Coverage: is the information relevant to your topic and does it meet your needs? Currency: is your topic constantly evolving? It is important to follow these criteria to ensure that the information you are using is reliable. Additionally, you can also use fact-checking websites such as Snopes, factcheck.org, and PolitiFact to verify information. I hope this helps. こんな感じで返してくれましたけれども、このネット上の情報の信頼性っていうのはですね、みんなが懸念していることだということですね。ですから本とかですね、出所がしっかりしている新聞とか、まあそういうのも活用するようにということで、そしてですね、tips ということで、じゃあどうやって、信頼性の高い情報を得ていくか、その、tip ですね。テップっていうのはアドバイスですけども、オーソリティですね。誰が一体書いたものか、そして信頼性があるのか、どうなのかっていうもの。そして評判ですね。レピュテーションなんかもチェックするようにっていうことですね。そして、アキュラシーっていうのは正確さですよね。他の情報ともコンペア、比較をしてどうなんだろうかと自分で比べて判断をしていくっていうことも大切だということですね。そしてカバレッジということで、カバーしている範囲ですけども、その情報っていうのは知りたいトピックと関連している情報なのかどうかですね。そして、しっかりとスタティスティックス、統計とかですね、チャートとかグラフといったもの、そういうものがですね、正しいものが使われているかどうかですね。そしてカレンシー。Is the topic consistently evolving? Topics in technology and medical innovation require sources that are up to date ということで、まあ、現代の情報と合ってるかどうかということですね。そのトピックについてですね、まあ、コンスタント、継続的にこうアップデートされているかどうか、技術とかですね、メディア、そういうもの、カーレンシー、時代の潮流ですね、時代の波に乗っているかどうか、時代遅れじゃないかどうか、まあ、そういうのを見極めていくということですね。そして、新しくですね、助けてくれる、こととしてですね、ファクトチェッキングウェブサイトというので、まあ、事実かどうかを確かめるそういうウェブサイトもあるということで、この Snoops とかですね、ファクトチェックオーグ、こういうものを、使うと、そのインターネット上の情報に信頼があるかどうかということですね、まあ、確認していけるという、こういう情報も、もらいました。こういう情報もですね、インターネット上なんで、じゃあこれが正しいかどうかどうやって見極めるんだっていうと、また深い議論、クエスチョンマークが出てきますけれども、まあ、ここでですね、しっかりと判断をしていくっていうのが間違いなく大変、このインターネット社会時代にですね、大切なんだろうと思います。まあ、長くなりましたけども、皆さんもぜひですね、このマイクロソフトの AI を搭載したチャット機能を使うと、自分の英語を使ってスピーチする練習にもなりますし、こういった感じでですね、追加情報や新しい単語表現とも出会えますので、非常にいい英語学習ツールになると思います。皆さんもぜひやってみてください。いかがだったでしょうか？今回の NHK ワールドニュースを使った時事ニュースで英語学習。早ければ明日にも北朝鮮が衛星、軍事目的の探査衛星を発射するという NHK の速報ニュースを使って私たちの英語力と情報力アップしてみました。こういう飛行物体が空の上を飛ぶ。そしたらですね、何か落下物とかも確実にありますから、もうそれがですね、日本に飛んでこない。誰も傷つけないことを願うばかりですね。皆さんはこのニュースからどんな情報を得て、どんなことを感じましたでしょうか。引き続き、英研究家事チャンネルに、英語力アップ、情報力アップにつながる動画をどんどん上げていきますので、いいなと思ったら、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。そして、お友達で英語を勉強している方がいればですね、ぜひ、この英研究家事チャンネル、チャンネル共有いただいて、宣伝いただけると、非常に助かりますので、そのあたりもよろしくお願いいたします。一緒に、英語力と情報力どんどん上げていきましょう。Thank you very much for watching my video tutorials and I hope we could learn a lot of new English.
vocabularies and expressions and information from his NHK World News. This time, it was about possible launch of satellite by North Korea. If you think that my channel is good for you to improve your English skills and expand information knowledge, please subscribe my channels and give me good evaluation button. And if you have a friend who is learning English, please share my channels with your friends as well. Thank you for watching. Have a good day. Stay healthy and goodbye.